必死の逃亡者はジュール・ベルヌが1879年に発表した冒険小説。現代はある中国人の中国における受難の意味である。主人公、金香織の冒険旅行を通じて清朝の中国が描かれる。ただし登場する中国の地名、人名などには正しくないものも参見される。舞台は太平天国の乱を収まらぬ。 中国成長。若き大富豪、金香織は、株の大暴落によって、一瞬で全財産を失った。人生の無常を痛感した、彼は、一度は自殺を決意し、老哲学者の王に、自らの殺害を依頼する。しかし、破産の連絡が誤報であったことが判明する。金香織は王への依頼を取り消そうとするが、王は、謎の失踪を遂げていた。 彼にかかった生命保険を守るために保険会社がよこしたボディガード二人組と召使いの孫を伴い金香りは王を探す旅に出る彼らは通州で王を見つけるが王は川に身を投げて再び姿を消すその後王から金香りに自分は友人殺害の任に耐えられず自殺するが代わりに盗賊の老人に 君の殺害を委任したという趣旨の手紙が届く。金香織は、その委任状を奪回すべく、孫、クレイグ、フライを再び伴って、万里の頂上の北に潜む、老陳の元へ向かう。金香織は、危険を乗り越えて、老陳との面会を果たすが、老頭族は、交渉に応じない。目隠しをされ、引き立てられてゆく、金香織は死を覚悟するが、連れて行かれた先にいたのは、巨根。 友人たち、そして王であった。すべては金香織の無気力を暗示た王の計り事だったのである。その狙い通り人生の価値に気づいた金香織は、巨婚と結婚式を挙げ、物語は大団円を迎える。草原版、必死の逃亡者巻末、解説、ありがとうございます。